同点だったので、いつも変わらないように感じに変わりました。頑張ったよ。それにしてもなかなかこう拮抗したゲームで、自分たちのチームほど先に行けないという中でした。当然点をやれない展開、心がけたことは何ですか？そうですね、まあ、いつも同じなんですけど、まあ、気持ちの面で変わらないようにいつも通りやろうということだけですね。そのいつものところがあのピッチングを読んだ、そういうふうに見ていいですか？そうですね、ちょっと危なっかしかったですけど、まあ、ゼロで帰ってくることができたんでよかったです。でもなんかボールには力が、思いがこもっていたようにも見えたんですが、ご自身の中ではどうでしたか？そうですね、まあ、大事なところで使っていただけるというので、ちょっと感謝の気持ちなので、まあ、それを結果でお返ししたいなという気持ちだけです。まあ、ポジション的にはちょっとしたご褒美かもしれませんけれども、勝ち越しが今日つきましたね。そうですね、まあ、負けぐらいという感じで思っております。今後も厳しい場面の登板があるかと思いますけれども、ファンの皆さんは期待してますよ。そうですね、あのいいピッチングできるように頑張りたいと思います。奪えない中でした。攻めていて守っていて、ゲーム展開どんな風に感じてましたか？相手の岩田さんも右バッターにバットを通信の数分くらいのところに投げられて、すごく接してたんですけど、ピッチャーの方々が、最後まで何とか粘ってくれて、今日の勝ちにつながったと思います。そうですね、先発の松坂投手からスタートをして、本当にピッチャー陣がよくつないでくれた、そんなゲームでしたね。そうですね、疲れる時だったらそれぞれ方向点で取られて、一方的な試合の時が多かったんですけど、本当ピッチャーの皆さんが頑張ってくれて、バッターも何とかして、1点で取りたいと思うんですけど、なかなか点が取れないので、ピッチャーの皆さんには迷惑かけてるなと思います。そして迎えた9回、ランナー1人いて大きな打球でした。手応えとかなかったですか？個人的には上段ぐらいいたかなと思ったんですけど、どっちかというと近く選手がグローブに入りかけたという、やっぱり力がなくなってるなと思います。セカンドベース用でちょっとダブルを上げるような動作しましたよね。はい、上段ぐらいにいたかなと思ってたんで、縦に入ったと思ってたんですね。でも全然入ってなかったんで、どっちかというと近藤選手のグローブに入りかけてたんで、そこは危なかったなと思いました。それでもツーベースがきっかけで最後サヨナラまで持っていくことができました。それで連勝も伸びました。トラをしっかりと捕まえましたよ。そうですね、本当のところができるからね、もちろんそこライブ動作ですし、ただ自分たちの目標っていうのは、年明けてからも、ずっと言ってます、ね、やっぱり優勝です。2位狙いとか、3位狙いとか、そういうのじゃなくて、優勝目指しやらないと、狙いになってます。その中で、試合も進んだり、試合が続くので、皆さんの、声援が本当に大切だと思っています。みんなもよろしくお願いします。オールスターの連勝を含めて、いい9月、10月になるようにこれからもお願いします。本当、頑張れる選手みんな頑張ります。ただ頑張るだけではあかんと思ってます。本当、ただ頑張ってます。勝ちに向かって選手はやっていきます。ファンの皆さんも応援よろしくお願いします。「いつか」
さ、 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 さ